はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。猛禄じじい様、みどりんりん様、とみえ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。土日各地でですね、まあ江東、世田谷、富士見の越谷、松戸なんかで政治活動、支部長一生懸命頑張っているみたいで、嬉しいであります。日本改革党のチラシ、ばらまきまくってですね、そっか、九条って日本人は黙って殺されてるっていう内容なんだな、気がつく人増えるといいんですけれども、池袋サンシャイン60の58階レストランで乱闘騒ぎ、これ高いとこです。階も高いが値段も高い高級レストランです。1人軽傷、チャイニーズドラゴン100名が幹部の出所祝いで集合したうち十数人が殴り合ったらしい。それにしては1人軽傷って軽くねえかって、ちょっと小突きやったぐらいじゃねえのか。詳細は不明であります。チャイニーズドラゴン100人っていうのもまあ不確かですし、じゃないかって言われてるだけでね。チャイニーズドラゴンってなんか今時ベタな名前使ってんな。なんか少年ジャンプに出てくるような名前使ってんな。中国人同士、ギャング同士殴り合うのはいいけれど店に迷惑かけんなよ。なんか壊してたらちゃんと弁償しろよな、思います。100人レストラン側もまあちょっと大仕事だなって言って、まあ、食材なんかの用意も大変だったでしょうね。でね、十数人が殴り合ったらしいんですけれども、100人集合したうちで、で、始まってから30分で殴り合い始まったそうで、これ酔っ払ってどうこうじゃなくて、その100人っていうのは、いくつかのグループの集合体だと思われるんですよね。小さいとこだと3人とか、そういう連中、もともと、仲が悪いグループが殴り合ったんじゃないか。先によってではないだろうな。30分ぐらい。もちろんですね、一気一気で5杯も6杯も10分ぐらいで飲んでたら別ですけど、中国人そんなことしないもんね。しないかどうかちょっとわかりませんけど、岸田総理、統一教会の調査を文科大臣に指示。宗教法人法にのっとり、質問できる、調査できるっていう権限があんだって。世論です。やる気あんのか知らんけど頑張れ。これで支持率上がるとでも。しばらくは調査中で乗り切れるな。本気でやる気ないのが見え見え。オウムにもとうとう破防法適用しなかったしな。本気でやったら党内で反乱起きそうというような意見がありました。今まで放置しといてその決断遅すぎませんか。宗教法人法で調査できるっていう質問権があるっていうのは前から変わってなかったことじゃない。支持率下がって焦ったんでしょうね。行動が遅すぎて支持率上がらんね。調査を命じたなんつってもね。まあ政治センスゼロだな。政治センスっていうか、私には岸田総理うすらばかり見えるんですけどね。やっぱこれビジョンがあるなしで大違いなんじゃないのかな。遠くを見つめる目標というか、安倍総理にはですね、戦後レジウムの脱却っていう敗戦国を卒業するっていうビジョン、願望、目的、大目標があったんですよ。岸田総理なんもねえもんね。空き缶総理っていうか空っぽ総理って言われてるだけでね。息子の秘書官任命は迅速に決めたのにね。7月に事件が起こってもう10月ですよ。今まで何やってたんでしょうね。いやいややってる感出すぎなんじゃないの。これで統一解体ってことになっても、これね、統一と年頃の議員自民党にいるんでしょうが反乱するんでは。放置も地獄、調査も地獄とそれもこれも、ビジョンがなくて泥縄対症療法、受け身でやってたツケですかね。総理の器じゃねえからとっても
明白だから高市さんと交代しろ、いう話。唯一の選挙区当選、共産党エースの選挙違反常習犯山添拓が NHK 日曜討論に出演いたしました。番組中はろくなことを言えなかったらしくて、後でネットで文句垂れてました。自民維新を筆頭に軍事力強化の話ばかり、敵基地攻撃能力を言い換えた反撃能力だけでなく継戦能力まで必要と言い、必要ねえのか継戦能力は、戦争前提の議論が続く、戦争させないためにはどうするかが出てこない、平和外交の努力こそ今必要とか言っちゃって、ネットの話ドヤ顔で何言ってんだこの人、玄関上げっぱなしで出かけて何が起こるか試してみれば、その平和外交って具体的にどうすんの。ロシア行ってプーチン説得してこい、あんたら外交ルート持ってないでしょ。田中たちは外交努力を最大限続けて、その上で侵略されないって、話してるんじゃ、まあ、前提の話ですか。話し合いでって言ってる間にミサイルが着弾するよ、継戦能力まで必要といい、戦争前提の議論が続くって、継戦能力なきゃ反撃できないで降伏するほかないやんけ。まあ、それをですね、山添は望んでるんでしょうけれども、橋本徹や宗男なんかもそんなこと言ってましたね。ウクライナが抵抗するから戦争が長引くかなく言って、すぐね、武器を下ろして降伏しろ、ね、そんなこと言ってましたね。山添はですね、日本にウイグルやチベットのようになれと、それって戦って死ぬより辛い未来だろそれ、日本人は反撃能力を持たず無抵抗で降伏しろって言ってるんですね、山添ね。共産党は日本が滅亡した後にですね、滅ぼした国に認められて統治者になれるって思ってるみたいだけど、そういう裏切り者は真っ先に始末されてんの知らないんだか、俺らは大丈夫って根拠なく思ってんだが、本当バカですね。二言目には平和外交とか抜かすけど、具体的なこと、九条を生かした外交とか言うけど、具体的にはどうすんのって聞いたことは一回もないですよ、私。多分連中もですね、言ってるだけでどうすればいいなんて考えてもないんでしょうね。平和平和とか言って平和の中身は知らないとかこれ誰でもですね、ネトウヨ呼ばわりして安心してるようにね、平和外交って言っただけで、満足できちゃう、ある意味幸せな連中ですね。まあバカとも言いますけど、共産党は日本と日本人の敵ですよ。危険だし滅ぼすべきって豊島区議会で言った時から私の気持ちは変わっておりません。改めてですね、日本人は反撃能力を持たないで無抵抗で降伏しろ、って言われると腹が立ちますね、共産党に対しては。バカ左翼をおちょくる楽しさを覚えたひろゆき、基地反対派の代表の人が違法行為や暴力をしたことはメディアではほとんど報道されないのに、おっさんが看板表記の齟齬を指摘するとメディアが大騒ぎ、これは山城博司のことですね。暴力事件で前科ついた、有罪になったね。世論です。誰もいねえって言っただけで大騒ぎ、次の発見待ちか、すげえでけえ釣り針垂らしてんな、ひろゆき史上かつてない釣れるツイート、山城さんの暴力は綺麗な暴力、あいつら煽り体制ないからたくさん釣れそう、このネタはもっと炎上してほしい、左翼とメディアの癒着とデタラメが知れ渡るのはいいこと、狭い世界で独自の儀式をやってて周りから突っ込まれると切れるってカルト宗教だよな。そうですね、カルト宗教ですね。左翼っつうか外観誘致主義者どもって攻撃力に全振りしてて防御力ないんですわ実は。脊髄反射で口答えで黙ってらんないし、でいつもメディアに守られてるから、やっていいことと悪いこと、言っていいことと悪いこと、全然区別ついてねえし、仲間のテレビ新聞使っての嫌がらせは得意なんですけど、ひろゆきはメディアのが怖くねえから相手が悪いっすね。何癖つけられてフォロワー210万人のインフルエンサーひろゆきが左翼嫌いになったのがめでたいですね。前からだったかもしれないけど、左翼どもは世間の右傾化を
止められるかな、まあ無理でしょうね。支部長たちはですね、各地で、救助を廃止、日本改革党ってアナウンス流しながらビラ配りやってるんですけど、通りすがりの左翼に殴られたって話は今んところ聞いておりません。世間がそうだよな、まあ、過半数が救助改正賛成っていう世論ですしね。この左翼どもは焦ってるけど、世間の右傾化っちゅうか、右傾化でもないんだよね。なね、救助なんて世界中どこも採用してねえようなバカな法律、捨て去ろうっつってるだけで、普通になろうって言ってるだけ、これを止められるのかなーって。維新ぐるみロシアのスパイの鈴木宗男74歳、苦境。これロシアが追い詰められている報道が欧米メディアからあるが、それは本当か、あと2ヶ月もすれば誰が正しかったかはっきりするだろうとかブログで書いちゃったそうであります。だいぶ苦しいみたいだな。世論です。誰がこいつ黙らせる、お前がスパイとはっきりするな。あと2ヶ月もロシアなくなってるかもしれんぞ。お前ロシア通じゃなかったのか、お前逃げんなよマジで。ロシア犬の宗男ちゃん、報道は本当なのか、現実逃避始めちゃいましたね。ニュースは嘘だ、そんなことはないですね。NHK スクランブルデモに参加した人はどっこも報道しねえなって言えますけど、宗男はそれ言う資格ないんじゃないか。海外の報道、本当なのか言う資格ないんじゃなかろうか、自分で確かめてねえんだから。ロシアとともに随分と追い詰められてるみてえだなって、思いました。立派なスパイとしてはですね、ロシアとともに退場すべきですね。維新もね、ロシアが大敗北喫したら宗男も準じろ、ロシアに。立派なスパイとしてはね、中国共産党遅ればせながらウクライナにいる人民に避難勧告出したそうであります。世論です。核を使うって情報入ったか、ロシアから核使用の事前連絡でもあったのかな、もうミサイルもそこをつきそうだし、そろそろだな、話は聞いた、人類は滅びる。中国から逃げた先がウクライナだったのではもう中国嫌で嫌で人民が逃げ出したと。んでウクライナにいるので、今更帰国なんかしろっつっても嫌だねって言うわね。まあ別な国行くんでしょうけどね。国を出たやつを中期は信じないから帰国できないんじゃ、中国からの避難勧告の間違いでは日本政府は3月時点で退避呼びかけしてました。憲法に緊急事態条項ないんで、ここでも強制はできず呼びかけだけですけどね。まあそれに比べれば随分遅れましたが、人民の命なんかどうでもいい、中国共産党がとうとう撤退、退避勧告出したってことがニュースですね。必死で占領した4州を奪還されるとプーチンは政治的に終わりなんで、全世界を道連れに核使用する、やけくそになってっていう予想は随分前からされていました。あとはプーチンはもうすでに合理的な判断できてない、頭おかしいっていう分析も発表されておりました。ロシア VS 全世界ってなって、世界の悪役をですね、日独位と変わってくれれば敗戦国から卒業できますね。安倍総理が思い浮かべた戦後レジームの脱却、敗戦国から卒業、それを見据えてですね、日本政府はロシアに甘い顔すんね。すでに北方領土盗まれてる神聖の敵国でもあるんですからね。ロシア大敗北、鈴木宗男と維新はその時どうすんでしょうね。どういう嘘をペラ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 ほざくか、ちょっと見てみたい気もいたします。というわけでメール党員さん大募集であります。地区支部長さんも大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。